やっぱりヤングライオンだけど新日本プロレスの生え抜きであるし、生え抜き戦の生え抜きとしてのやっぱ意地はあるから、そういった意味でよその選手に負けたっていうのは本当に悔しい。次いつ借り返せる時があるかも全然わかんないけど、次は俺がもっと成長して次会う時までに智也上回ってやるよ。ありがとうございました。よし、今日はね、トム君も来てくれて、そして市議会議員の足立智也、レスラーとしては智也選手も来てくれて、負けるわけにはいきません。これからも、もっともっと、1000回、1000回、いや、2000回、2000回叫んで、登り別アピールします。登り別市観光大使の矢野徹選手、矢野さんとのご縁によって、今日はこの場に立たせていただいてます。矢野さんには本当に感謝申し上げます。ありがとうございました。新日本プロレスのリング、セルリアンブルーのマット、ともや、プロレスキャリア28年、50歳にして初めて新日本のリングに立たせていただきました。今までプロレス界のド端っこを歩いてきた人間が、1年8ヶ月前、右足の大腿四頭筋という筋肉を断裂して、医師からはもう二度とプロレスができないと言われて、絶望を味わって、だけどリングに上がりたい一心で復帰に向けてリハビリをして、医師も驚くぐらいのスピードで3ヶ月半で復帰戦 しました。そういった経緯があって、怪我にも負けずに立ち上がって立ち向かってきたからこそ、今日この新日本プロレスさんの鍛える大会という大舞台に立てたと思ってます。諦めなければ夢は終わらないと。私はこれからもですね、新日本プロレス52年の歴史、智也の50年の歴史を刻む戦いだと思ってました。今日はこれからもこれで終わりじゃなくて、どんどん智也の刻みを見せていきたいと思います。今日はトム君と PR キャラクター、登り別の PR キャラクタートム君と観光大使の矢野徹選手と一緒に登り別の熱い思いを持って戦いました。登り別を代表して戦いました。どうもありがとうございました。明日もそうですね、上がりますが、明日も今日よりもさらに熱いファイトを明日もしたいと思います。よろしくお願いします。